続きましてこの方にご登壇いただきたく存じます。北方領土問題解決に向け鈴木宗男代表とともに戦いました戦友大谷宗一小作家の佐藤まとる先生ご登壇をお願いいたします。鈴木宗男さんよりも先に東京拘置所に入りまして、今、森元総理大臣から、例のプーチンとの引き合わせの時の話があったんですがね、その話を聞いていて、一つ秘密を思い出しましたよ。鈴木さんが東京から着いたの、そしたら大使の丹波実さんという人が揉み手すり手で鈴木さんのところに寄ってきて、小渕総理がこういう状態ですからと、それですから今回は親書は渡さずに、森さんが次総理になられるのは確実としてもアポイントがつけない方がいいと思いますって言うんですね。怪訝な感じがするわけですよ。いや、やっぱり国会の決まりで、国会で決まってから初めて総理ですから。それで、ああそんなもんかと、変なこと言うなと思って私はそこに行ったんですよね。しかしこれは高度な政治判断の問題ですから、官僚があんまり口出しする話じゃないかと。だから君は黙っとるとか言って鬼みたいな顔するんですよ。それで鈴木先生も実は最初はまあそんなもんかなと思ったらですね、ありようって言って、電話かかってくるんですよ、大使公邸の台所に。それで台所の電話を取ったら、東京から国際電話だった、森芳郎って人からかかってきてた。それで電話つないだら、私はプーチンと会いたいから予定通りアポイントを取り付けてくれと、こういう森総理が電話かかってきたわけ。どうも後で胸騒ぎがしたようなんです。森総理は自分のアポイントを潰すような動きがモスクワであるんじゃないかなと。そしたら横にいる丹波さんがまた、実はここの中では私もそれが一番いいと思ってたんです。こう言うんですよ。それで実際クレムリンの会談になるでしょ。それで小渕総理が1年半前に座ってた席に鈴木さんが座って、エリツィン大統領が座ってた席にプーチンさんが座ってると。それでここに小渕さんが座っていることを思うと、と大石さんこれもう再起できなくて、鈴木さん何かポロポロ流したら、あのプーチンの目に涙が溜まってくるわけ。それでそこのところで、実は森さんと今電話をして、次森さんになるんだけども、ぜひ会ってもらえなかと。そしたらプーチンは、あれその日は日程が入っているけども再調整すると。その瞬間に横を見たら丹波さんの顔が引きつってるわけ。要するに東京の了承を得ないで大内さんが倒れたっていうことなんで、もうゴールデンウィークの首脳会談はないよって勝手にフライングして伝えてたんですね。それで騙し討ちをかけようとしてたわけなんですよ。あの人はしょっちゅうその大使館で賭場を会長しててですね、毎日300万円ぐらい動くような麻雀やってたんです。ちゃんと本人も書いてますから、一度も文句言われてないですから。でも立派な勲章をもらうから、日本の国は本当に優しい国だと思うんですけどね。しかし今回森さんは行く時も似たようなことがあるんですよ。風の耳から聞こえてきたことだと。山下さんとプーチンさんがチェリアミンスクで柔道の試合見てたでしょ。森さんが来週行くんでよろしくって言ったら、何の話だ、俺は聞いてないんだ、プーチンは言ったんですよ。それで吉が来るんだったらぜひ話したい。ですからどうもね、モスクワの日本大使館で粉詰まり起こしてる感じで、正確に情報が伝わってない。これは重要な今に今と変わってません。ですから鈴木先生、公民権停止が終わるのあと何年でしょう。あと2年あとわずか2年半ですからね。この前の修行を考えればずっともうあっという間です。ですからそこのところでもう一回戻ってですね、少しやっぱりパイプをピシッと通してやれば領土動きまして帰ってきますから。そうだ、とにかく箱根軍と志向担当はもう大手かかってますからね。あと国後に得取る方をきちんと交渉すれば、領土帰って戦略的提携をできて中国も恐れることない。
ですから、ぜひとも鈴木宗男先生を再度国会に送り出すとともに、ここだけの話だけども、総理にしましょう。